御殿場市の東富士演習場で昨日行われていたアメリカ軍の射撃訓練で、機関銃の弾丸一発が演習場外の山中に着弾した可能性があることが分かりました。防衛省南関東防衛局によりますと、昨日御殿場市の東富士演習場で行われていたアメリカ軍の射撃訓練で、使用されていた機関銃の弾丸一発が演習場外の裾野市須山地区の山中に着弾した可能性があります。アメリカ軍からの連絡で判明し、これまでに人的被害は確認されていません。南関東防衛局はアメリカ軍に対し、原因の究明と再発防止の徹底を要請したということです。